エレキコミックやつ一郎闇金牛島くんを読む。読んでて嫌な気持ちしかしない。思ったより最悪になった。嫌な気持ち。で結局読んでさ面白かったの。でも面白いは面白い。闇金牛島くんが読めるビッグコミックスピリッツは毎週月曜発売。小学館。TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドポッドキャストです。はい、お願いします。いやー日村さん、なんですか佐野さん。先週、はい、あのスペシャルウィークで、うん、まあ、乃木坂来てね、乃木坂46、3名ね、はい、西野高山姫田そうね、うん、で直後だったからね、うん、なんかこう「ああ可愛かったね」なんて言いながら「うん、あれ?」っつって、うん、もしかしたら今頃そうそう気持ち悪いって言ってんじゃねえの、悪口言ってんじゃねえかなっていう妄想トークからね、そうそう、いろいろとその話をずっとしてた、はい、ずっと1時間ぐらいしたんじゃない、ね、多分ね、うんうん、まあでもそんなことじゃないと思うんだよね、そうそう、でも大倉のは言ってると思うんだよねっていうので決着はもうつけたんじゃないと思うね。生臭いっつってますよ、ね、俺のこと生臭いっつってますよ、うん、あいつだけやばいよねっていう、うん、あいつ何みたいな、あいつ生臭いまあでもそんな話してて、はいはい、ここで本編でも言ったんだけど、うん、まあ設楽統も42歳を祝ってもらった回でもあったじゃないですか。で毎年あの日村さんからのプレゼントとか、はい、ポッドキャストとか、うん、本編でもやってた気もするんだけど、うん、で一切やんなかったけどプレゼントもらってたの言ってなくてっていうのをさ、そうポッドキャスト終わりで僕はあげて、そうでもなんか日村さんちょっとあのオナニーがしたいからすぐ帰っちゃった、ね、俺オナニーしたいからすぐ帰んないでしょ、そうだっけ、いやすぐ俺仕事があったんですよ、ちょっとそのもうあと何時間か後にロケスタートみたいなね、だからちょっと、はい、帰るわっつってね、そう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 、でパッと渡されて、そうですね、そうです、でもらったんですよ、そうです、俺毎年恒例のね、そう、うん、ラジオで言いましたけど、はい、セーラー服一式、なんでだ違ったっけ、 なんでそんなもんあげんのあれと思ったけど、いやおかしいでしょ、違ったっけ、いや全然もう全く違うよ、あ何のかけらもないよ、それ何のかけらもない、セーラー服の、うん、どっか、うん、あれね、うん、グローブトロッタ、もう分かる皆さん、グローブトロッタ、まあ、しゃれたね、しゃれてるね、うん、あれしゃれカバン、そう要は、ね、スーツケース、もうガラガラガラって引きずる系のね、そうそうそう、ね、コマがついてるやつ、コマ、あタイヤねあコマって言うのね、コマがついてるやつ、ね、コマって言わない、なんか言う気もする、そう、うん、タイヤがついてるね、あの引っ張れるやつ、そうそうそう、オレンジ色のさ、めちゃめちゃおしゃれな、俺はそれのでかいやつを持ってんだよ、何年か前に買ったんですよ、そう、確かあのロケの途中に、うん、で僕も一緒に買ったんです、結構もういろいろ持ってんだけど、実は俺もリモワとかの、ね、初めアルミのやつ、そうを自分で最初に買って、うん、買ってね、その後もなんかあのいただいたりして、そうあのノリさんとかにもらったりもありながら、うんうん、そうそうね、でグローブトロッターってちょっとシャレだね、イギリスの、うん、なんかね王室御用達みたいな、うんうんうん、あのそれのオレンジ色の買って、うんうん、日村さんも買ってね、俺その時白のね、うん、で一番でかいやつですね、グローブトロッターのサイズ的に一番何リットルぐらいあるのかな、分かんないけど13、15、すげえ大きいの、うん、でっかいね、うん、そう、うん、使い勝手から言うとそこまで便利、実はねよくないんだよね、チャックの普通のやつが使いやすいじゃん、単純に言うと、そうだけど格好がいいっていう、ね、ただ格好いいだけで本当はね四輪がいいよね、あの下もさ駒が4つあった方がよくね、あのダイヤがそうだ ね, ね、あれ日村さんにもらったのって2個だっけかな、あげたらもう2個だし、俺が持ってるでかいやつも2輪なんだよね、あ引っ張る感じ、そう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 、うん、意外と使い勝手はね、でもまあ値段も結構いいよね、値段もまあいい、何せいい憧れのやつだよ、ね、そう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 、リモアとかもそうだけど使えば使うほどね、ああいうのはこうベルトの部分で皮だったりするから、そうそう、かっこよくなるんですよ、どんどんそれもらって、そう悪いね、高かった ね, ね、あれね、いいよあれは、まあ今後ね、うん、ちょうどだからあのね、まあ、一番でかいの持ってるのは知ってて、うん、で店行った時に俺があげたやつと、うん、もう一個ちっちゃいのがあって、うん、もう一個ちっちゃいのにしよっかなと思ってたんだけど、うんうん、値段的にそんな変わんないのね、まずね、うん、あのそんなもう1万ぐらいの差なの、うんうんうん、でなんかね、あげたやつの方がなんか形が良かったちょっと違うんですよ、もう一個下になると、あ、うん、なんかこっちのいいな、あそうなるほど、そうありがとうございます、なんかね申し訳ない、ね、うん、グローブ取ったこれは
ぜひね、みんなもちょっと、うん、あの見てほしい、知らない人は、うん、やるなっていう、たけんで、たけよ、うん、今度まあみんなにももらってね、うん、本当にありがとうございますって感じなんですけども、うんうん、この後に来るのが今度は日村さん誕生日が来ちゃうんでね、また来ちゃうんだよって言うんじゃないよ何べんも言うけど俺の方が先なんだから、先に生まれてるんだから本当みたいになるのね本当は俺なのよそっか、そっちがスタートまあでもね、うん、暦的に言うとどうしても C5 だから、でもさ、もうね、うん、ぶっちゃけさ、うん、去年俺その金のブレスレットでしょ、俺結果1列ずっとつけてるわね、でもうさ、また金って思ったんだけど、うん、金のも自分で結構買っちゃってんじゃんね、ネックレスから時計から、ね、だからもうさ、うんうん、金では攻められないじゃんもうどうしようかって感じなんだよね。あ、なるほど。だからもうある種日村さんの中国人の富裕層化計画は、うん、もう終焉を迎えた感じがもうあるじゃん。あ、だどうしようかなって思ったけどさ、なんか興味あるものとかあんの今？そうね。うん。興味、まあ、女のあそこ以外でね。想像してんじゃないよ。たっぷりと。うん、今あんまないでしょ。なんかそれプレゼントってなっちゃうとさ。まあまあそんな明確にこれとか言われてもあれだけどさ。じゃあ、ね、楽しみがないから、ね。なんか短パン。ああなるほどね。短パンは欲しいです。うん、すげえもうピンポイントできたね。もう短パンデビュー始まってるんで、まあね、こっから夏に向けて ね、 てね、やっぱ短パンとか、うん、俺も昨日買い物して、うん、買うつもりもなかったけど、うん、短パン、昨日なんかパンツばっか買っちゃったんだよね、うん、どこで？いろいろで、あ、いろいろで、うんうん、で短パンだけで同じやつの色違い3つも買っちゃった、うんすげえな、本当にあなた仕事ばっかしててよく買い物行くね。ちょっとの合間があると、うん、最近は花丸うどん行くか買い物行くか。花丸うどんか花丸から買い物っていうのもあるけど、ああもうダブルで行っちゃえ、うん、あ、いや、まあ行く何個かよく行くとこがあるんだけど、うん、行った時にサイズがないとかだと、うん、取り寄せますっていうのがあるから、うん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 、それが届いたとか言うとそのタイミング行くとまた買い物しちゃったりとか、うん、そういうので割ともう、うん、終わりなき、終わりなき、でもまあ、ね、楽しいしね、まあいいよね、なんか気に入ったやつとかで色違いとかあると買っちゃうんだよね、うんうん、あ、迷わずもうね、迷わず買っちゃうね、うんうん、なんかそういうタイプ、前なんかこの色違いも買おうみたいな、うん、うん、短パンって言われてもね、短パンあげるか分かんないけどね、まあ、今パッと思ったのは短パン、あとね、うん、ハット、ハットはちょっと欲しい、いやこればっかはね、うん、ハットはね俺の持論ね、持論でいくと自分で被ってみないと、うん、でも絶対そうなんだよね、あ、まあどこどこのブランドのこれってのがある人はいいけど、そうそう分かる、俺そうだ、うん、分かる、日村勇紀帽子似合わない人間じゃん、俺本当に帽子似合わない人間だから何にも似合わないんだもん、だから相当普通の人にも難しいよ、うん、ね、俺自分で被ってんのはね相当自分の中ではありなんだよね、で日村さん被るのってちょっと変わってるやつなの、あ、そうなんだ、気に入るやつが、ああなるほどね、うん、全然似合わない、キャップとか本当に昔はよく被ってたけどね普通にね、あ、いやでももう、もうね、ダメ、なんでだろうね、うん、別に太ってるからとかじゃないんだよねあれ、これ、いや、でも前も帽子が欲しいっていう日村はよく出てくるわけ、帽子欲しい妖怪日村っていうのが出てくるたまに、うん、だけど、うん、買い物のロケとかも何回かやったことある、すげえやってるね、でかぶって自分でかぶると、うん、あ、これ変だなとか言うけど、別にそう、はたから見ると、うん、そうでもないんだけど、うんうん、なんか変だって、まあ確かに変になるのは多いんだよね、多い、めちゃくちゃ多い、あ、よ、今オクラかぶってるみたいな、オクラなんか、オクラ帽子似合うもん、うん、ほらハゲてるでしょって帽子にやっぱ似合うよね。あの大谷に、じゃあ、まあ、丸顔の人は帽子とかメガネが似合わないって、なんか
わかる、今かぶったんだけど、あのね、なんかね、日村さん髪型が特徴あるからか、帽子かぶるとね、なんかなんつうの、なんか面白になっちゃうんだよ ねもう笑うセールスマンだもんね。ダメでしょね。ダメではないんだよ。だけどなんかこうすごいこう馴染まないんだよね。ダメでしょ。うーん、かっこいいやもんもしね。今このあとでもツバがこう長いのとかが流行ってっからね。うーん、今メガネも渡されましたよ。ね、変だね、かっこつけましたって感じになっちゃうね。前髪、あ、髪の毛をこう帽子で入れたら、ああ、おお、いやもう入れたらこっちのもいいよ、もう入れたらジョニー・デップみたいだね。嘘をつきました僕は。いや入れたらこっちのもいいよ、それは。入れちゃうと急激にありとなるっていう部分もあるから。あ、ジョニー・オゾが写真撮りきて、うん、一回ダサいの見せといたからね。うわあ、すげえ、ジャニオタが超嫌な顔しながら写真撮ってる、ね、なんでそれ顔すんの。いい顔しろよ。え、なんだ、顔が暗くなっちゃう、顔が暗くなっちゃう、顔が暗くなっちゃう、うん、どうすればいいんだ、じゃあ明るいとこ行こうか。え、どう、ジャニオタこのハットとメガネ、入れた方がいいと思って。入れた方がいいって言ってたら入れない方がいいって言う。入れた方がいいっていう意見があるから入れたんだよ。なんで今の女の子。ライトつけるかなと。もういいのかな。どうしようかな。なんだこの今この撮影会みたいなの。うん。見して。見せておいてすぐ笑ったんだよ今。見して。なんで乗り降りです。真っ暗じゃねえかバカ野郎。かっこ悪いな。いや、かっこ悪いのしょうがない。しょうがねえか、うん。光がちゃんと当ててくれたから僕らが。それはじゃあ、うん、ホームページで、ね。その写真載せんのかい。ありがとう。何がいいかな。なんかやっぱさ、電動自転車ください。え？電動自転車。電動自転車欲しいの？はい。なんで？自転車乗んの？いや、ロケでね。うん、チャリンコ乗ったんですよ、電動自転車。楽でしょ。むちゃくちゃ楽しい電動自転車、うん、はい、乗らないよ東京で。ん、東京で乗らない。いや何って言われたから今言ったわけ、電動自転車。いやいや、だから設楽さんがくれないなら俺買うから自分で、うん、電動自転車は。いや、なんかこうそれちょうだいって言うとなんか楽しみがないでしょ。いや、まあまあもちろんもちろん、だからもう、うん、さ、うん、そうなんだよ、考えるよその、うん、なんかだからこっち方面に興味あるとかいうのがあるのかなとか思ってさ。ああ、そういうこと。まあいいや、聞かないや、それもなしでいこう。うん、やっぱね、うん、うん、いいよ、何もなくて、本当は何もなくていいんだから、うん、え、マジで違う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 、やっぱそれ違う、絶対欲しい。うん、そっか、うん、ターバンとかする。あ、なんてターバン、ターバンとかする、あのあれ、うん、インドの、うん、いや知らないでしょ。分かんないじゃん、意外とほら金のねブレスレットも昔だったら考えられなかったでしょ。いやいや、そうだけどぶっ飛びすぎだよ、うん、ターバンって。いよいよじゃん、あいつどうなったんだあいつ、ターバンしてくるって、うん、なんか今度はさ、いやターバンくれんだったらハットちょうだい。いやでもなんかそう被るもんが欲しいみたいな。いやいや、俺別に被るもんそんな大きく言ってないのよ、うん、ハットって言ったんだから。ドバイの、ドバイの富豪みたいに今度していこうかな。あ、なるほど、うん、ドバイね、うん、まあお願いします。とにかくどうしよう、ね、もうほんと2週間後だからね。うん、早いな。頼むよ、43だからね。あ、43だってすげえな。うん、まあ、そこもね、うん、一つのヒントとして。どういうことだろう、43をヒントにするってどういうことだろう。大坊さんよ、うん、でも42まではまだこうおお若いねな感じですけど、43ってね、うん、本当にヤバいと思う俺。本当、うん、うん、なんか、あ、うん、お願いします。早えな43、うん、50歳とかになっちゃうね。もうなりますよ、もう。うーん、使ってもらった方がいいからな。
ステッキとか使う？いやまだ早いでしょ。ステッキって何なのか分かんないけど、まあ杖でしょあんなの。うん、でもいわゆるおしゃれとしてさ、すげえおしゃれな人が杖とかね、あステッキ持ってんだけど、俺そういうタイプじゃないのよね。うん、そうかね、割と持っててもいいタイプの人だと思う。いやまあそうチャップリン寄り的なことでしょ。ああ。うん。うん、確か分かんないね。もうなんだかんだでこの金のブレスレットもう本当につけてるからね。365日中ね、355日ぐらいつけてよ。355日ぐらい。なるほど。つけてない日はね、本当にちょっと、ここはつけない方がいいっていう、あるんですよ、日が。うん、分かる分かる。なんで例えば番組とかも。その時外したけど。もうこれなしだと、もう慌てるから、ね、日村じゃないみたいな。うん、確かにね、本当に慌てるからね俺。あれないっつって、うん、あれなんでないんだよっつって。確かに日村さんといえば物をなくす人だもんね。そう、それがそんななくしそうなものをさ、うん、なくしてないもんね。そう、つけてるからか。そう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 、うん、やっぱ金ってすごいね。1年経ってもちゃんと光ってるね。ね、うん、でやっぱゴルフの時にすっごいいいんだよね。ヤバい感があるの。なんかやっぱこうバシッてこう、まあ、ここにあるぞっていう。ゴルフクラブの時こうやっぱ自分でこう見るじゃない。うん、この時ちょっとこう金も見た時とか、うん、俺今すごいやつで映ってんだろうなと思うわけ。うん、キャリーさんとかに、うん、やべえなこいつっていやいや、やべえやつってそうかな、金ってみたいな。あ、でもだいぶ言われなくなったけど、うん、つけ出して2、3ヶ月後でやっぱすごい言われたね。あ、それ何なのそれ、何なのそれ。そうだよね、うん、もう全然言われない。それはなんか、うん、よかったな。よかったと思うよね、うん、ちょっと考えるわ。はい、お願いします。はい、そうね、困っちゃうな。でも本当ここのスタッフはもう大変だろうな、この4月5月はね。申し訳ないよね、めんどくさいだろうね。俺すげえもうそう思っちゃうんだよな、いろんなとこで祝ってもらって、うん、絶対さまあまあおめでとうっていうね、あなんかこういうのをどうぞみたいな感覚の人の方が多いとは思うんだけど、絶対さ、うんうんうん、いっぱい番組なんかだったらさ、うん、いっぱいいるからでこいつも祝わなきゃいけねえんだよみたいな人も絶対混じってんじゃないかなってすげえ思っちゃうんだよね。まあでもなんでこいつで言わなきゃいけねえんだよ。うわ、俺ぶっちゃけたこと言うと設楽さんにはもうないと思う。もうないと思う。ああそう、あ、うん、だって各番組でもさ、うん、もうそういうことを言われるようなとこにはいないしさ、もう言われないよ。なんでこいつのって言ってるお前が何なんだよ。お前はすげえ味方してくれんの。いやそう思わない。もうそうでしょ、うん、いろんな番組なんかでさ、うん、なんでこいつで言わなきゃいけないんだよなんて、まあまあ、思ってるお前の方がおかしいよ今っていう位置でしょ。クソみたいな若手じゃないんだから。クソみたいな若手がさ、たまたま居合わせてさ、うん、なんか祝ってるみたいな内輪のノリを出してたら、うん、それなんでこいつで言わなきゃいけないんだと思うスタッフも出てくると思うけど、うん、もうそこじゃないもんね。それいつもどうかと思う。若手の時にそう思うやつってなんか。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、だからさ、うん、なんなのこの人っていう位置にはもう妻にいないわけでさ、それ思ってる方がやばいでしょ。うん、うん、うん、大丈夫じゃん。いやそれはないでしょ、うんと、うん、ぶっちゃけそれと思ってたら、思ってたとしてね、それがバレてたとしたらもうそいつもうクビだよ。お前何やってんねお前、お前バレてどうすんだそれって。まあ、ね、バレてないよ。うん、ね、そう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 、うん、ね、それもダメよね。ありがたいよね。うん、ありがたいけどさ、うん、うん、誕生日ぐらい祝ってあげないとね。だからもう42歳でさ、うん、まあそれはいろんなパーティーとかやる人もいるだろうけど、うん、なんか割とさ、もうこんな祝ってくれるのってあんまねえ、そうないじゃん。まあね、とか言いながら、うん、とか言いながら、うん、俺さ、俺の子供がさ4月29日誕生日だったって話したじゃん、うんうんうん、でまあまあちょっとバタバタしてたからさ、うん、毎年そうなんだけどさ、うん、なんかこれっていうのをなんか欲しいものはあるみたいだから、うん、正規の誕生日プレゼントいつもあるんだけど、うん、俺は俺で、うん、
服とか割とあげたりするらしいね、うん、服をね全身揃えたっていうね。そうでも思ったんだけど、うん、俺の誕生日に何もくんないの。あらへえー、そういうもんなんだ。そうなんだよ。パパこれじゃないんだ。じゃないんだ。手紙一つもよこさないの。あなんかさ、あらそれはなんだろうね。いやなんかねそう思うんだよね。あそれはちょっとあんまそういう習慣がないというか、うんうん、ちょっとなんかあパパ悲しんでるよこれ。そうなんだよね。悲しんでるというか、ね、単純な話、うん、なんでくんねんだっていう。悲しみじゃないの。悲しみというか俺やってんだからお前もっていうこと。どっちかって言ったらそっちだ。あそっちか。あの向こうのが後だからあの先輩だろ俺みたいなこと。あいやいや23日と29日だから。あそうそうそういうことね。うん、なんか飯で合同みたいなノリになりがちなりがちだよね。うん、うん、そうそう。なんか昔は手紙とかさあなんかあったりするんだけど、うんうん、もう最近はなんかなんつう結構さいろんなとこで俺こうもらってくにお菓子もらったりケーキもらったりとかする、うんうん、我々の仕事とプレゼントもらったりして持って帰るから、うん、多分それでもうあれなんだよね。なんか視界がぼやけるというかさそのなんかもうバレンタインのチョコとかもそうなのよ。なんかその前にイベントだったりとかあとなんかこういうラジオでもそうだけどもらってバッとこうあれでさ、うんうん、その近辺でチョコレートとかもいっぱいもらうから、うんチョコとかをだって一番ひどい時はその中から1個抜いてそのまま俺に入っていったから、ね、いやこれ違う違う何それみたいなその冗談みたいな冗談のあそうなんだ。そうそう俺の中ではもうすごいちゃんとそれでやってるイメージがあったから あのだから小学校高学年になってなんか友チョコみたいなの作ったりする中での、うん、あのその中のほんとこうサイコロみたいな1個くれたことあるけどそういういやいやいやそういうのがね なかなかだからないんだ。そういう子なのかなじゃあかもしれないね。あまあでも友達とかにあげたりとかしてるみたいだからあだから俺はもうそういうのじゃない人なんだ、ねうん、そこに1回入ってないんだね。年取ったら気づくだろうねやっぱ親にちゃんとあげようとか年取ったらもう靴下とかさ、うん、ポロシャツとかお父さんはポロシャツみたいなそういう感じになりかねないでも分かるえお父さんってさ何もらっても嬉しいんでしょ、うん、結局娘からなんか下さんの聞いてるとさっきから結構具体的なちゃんとしたものくれよっていうことじゃない。別に具体的なものをくれって言ったわけじゃんなんか、うん、その気持ちだよね。そうでしょ。そうそうそう気持ちの方でしょやっぱりね。そっちそうだよ、ね、手紙一つでもそれでいいんだよね。それでいいそれ、うんうんうん、とか言いながらでも、うん、まあまあ別にいいんだけど、うんうん、もらったらもらったでなんかね、うんうん、まあなんか単純な話はあれよこさねえな、うん、そうそう、うん、奥さんもそうだね基本えあくれる時もあんだけど毎年くれないってわけじゃないんだけどなんか別にないんで。なんでだろうね。なんでだろうね。いや、俺が自分で好きなものはもう全部自分で買ってるっていう意識があるからかな。ほんで、また別にさ、何がいいとか、あ、飯とか食ったりするけど、その。それパーティー的なことだけだ。パーティーっていうか。っていうかね。ちょっといい店行こうかみたいなね。店行くとき、俺はでも大体家でがいいって言ってそういう自分の時はああ誕生日の時は奥さんとか子供の時は何か旅行ったりする時あるけど、うん、まあ旅行ったこともあるけど例えば今年だったら俺もう「ノンストップ!」終わってその日はなかったから、うん、誕生日自分の誕生日は、うん、歯医者まあちょっと行ったけど、うん、なんか食べたいのがあるっつってまず家で何かいいなっつって、うん、エビフライとか食いたかったのその時誕生日の日だよねそれねそううんエビフライがいいかなっつって、うんうんうん、いいよね自分が食いたいもん、ね、揚げ物大変じゃん、うん、大変だよだから、うん、でじゃあエビフライ食いてそうそうあじゃあまあでケーキとかはいるみたいな感じだったけどケーキ結構いっぱい食べてるからいいやっつって、うん、でエビフライこれでそしたらさ俺その日麻酔しないと思ってたの歯医者その何回か行ってるうちの1回だったんだけどそしたらその日ちょっと麻酔をねまあ、右前歯右斜めなんだ右剣歯のちょっと奥ぐらいの、うん、とこに一発麻酔
打ったの、うん、で夕方だったんだけど、うん、2時間ぐらいで切れるって言ってたから、うん、まあまあ6時ぐらいには大丈夫かなと思ってたら、うん、その麻酔が夜の10時以降もずっと効いてて俺もうエビフライ食いながら唇すげえ噛んじゃってさ全然食えなかったの誕生日の時のエビフライ、うん、悲しいねもう、うん、俺はだってエビフライ食うとき箸でこうやってやって食ってたの噛んじゃうから前唇がビリビリだったからまあでもそんな感じだったよね、今年は。なんかでももうあれなのかな、熟年のやっぱりさ、うん、逆にいい味なのかな、そのさケーキなんか別にどうなの、そうだ、ね、みたいな、あれだよ、付き合ってた立ての時とかが一番そういうのはね、うん、そう思っちゃった聞いて、だからそれでなんか冷たい家族だねとは思わない、ね、いや別にそういうノリじゃないね、うん、全然そんなノリじゃないけど、うん、やっぱそりゃ付き合いたてとかがいいよ日村さん、そりゃそりゃやるよいろいろバカみたいにやると思うよ、ああそうだ、ね、うん、なんか作ったりとかさ、そうだよね、わ、ね、うんうんうん、かるわかる、ケーキ買ってきたりそうだよね、そうそう、うん、うん、まあ普段から別にそこまでこう昔ってさ、うん、なんかさホールケーキ見るのって誕生日とクリスマス以外なかったじゃん、いやそうそうそう、あホールケーキ今でもそうか、いやだからケーキいるって聞くこと自体がね、別にそんなのはもう食う食わないじゃなくて、うん、もうあるとそれはもうあるんですよ、うん、っていうことかと思ったら、うん、あそこも確認するんだと今思ったんだけど、ケーキだから普通の日でもケーキ買ってくる可能性あるじゃん、あの切ったやつ、うん、まあね、だからかな、でももういっぱい食ってるってのは知ってるってのもあるかもしれない、うん、あだからかな、いろいろなところで気を使ってくれたのかもしれないしね、うん、でもあんまやんないね、そういえば、うん、うちはやるとこはやるもんね、手作りでケーキ作る、ね、そう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 、あ俺んちやんねえな、そう考えるとね、うん、すげえそうなんだよ、あんまりそういうあの、うん、パーティー派じゃないもんね、パーティー派じゃない全然、ね、俺も含めてだけど、そうだよね、うん、俺どっちかってパーティー派だもん、パーティー野郎だよね、あのそんなチャラくないと思うよパーティー野郎なんていうそれも全然違うと思うよ、そうパーティー野郎派でしょ、うん、でもああもうでも下半なんかに比べたらもう圧倒的にパーティー野郎よ、うん、うんうん、ちょっと集まってなんか飯食うとか、ね、誕生日です、うんとかやってもらったりとかするし、うん、すごいよね、うん、芸能人だね、そうだよね、うん、なんかちょっとやってくれるの、やっぱその仲のいい後輩とか、あそうそうそう、うん、その感じを出してくるよ、うん、うん、ちょっと見せれとか、うんうん、いやもう全然ないな、ちょっと前はなんか少しそういうのもあったり、あ、うん、まあでも仲いい人と飯食うってのはまああるはあるか、うん、直太郎君とかと直太郎君とかでしょ、飯食ったりとかして、うん、うんうん、いやだからそういうノリは俺が言ってるのも、その俺のパーティーだってもちろんメンバーすごいよ、直太郎君とかいるんだから、ああうんこっち全然よ、うんうん、ケンコバさんとかそういう、ケンコバさん来てくれる、あうん、うん、おめでとうございますっつって、そうそうそう、ケンコバさんとか岡安とか、ああいつものそう、うん、井戸田とか、うん、その辺が仕切ってくれるだから、なるほど、うん、そうかそうかの10人ぐらいでやる、そうもうそんだけのことよ、飯食って、そう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 、まあ店でやったりするってことでしょう、うん、そうだよね、うん、誕生日ね、なんかありがてえよね、でも、まあ、だからね、何年か前なんかね、5月の13日俺誕生日14日なんだけど、うん、13日に健吾さんから飯誘われたの、うん、今さちょっと飯行きませんかって言って、うん、わ来たと思って、うん、ああいや全然誕生日だから、そう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 、うん、どこ行きたいですかって言ったら、え、あ、まだちょっと決めてないんで、どういうわかりました、じゃあ連絡待ってます、うん、あ、全然どこでもいいですよとか言うから、うん、え、どこでもいいですか、あ、じゃあつって結局なんか鉄板焼けみたいな言ったの、本当に結構普通のね、うん、でそこにだから健康さんとあの時なんかネゴシクスいたかな、うん、岡安とかなんか行ったんだけど、うん、でずっと食べてて10時ぐらい、うん、あと2時間ぐらいかなと思って、でなんか待ってるからするとさ、なんか奥とか見てもなんか全然ケーキ出てくる雰囲気とかないのよ、で全然普通の話してて、うん、でちゃ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 時計とか見ながらもうそろそろなんか来ねえかなって何にも来なくって、うん、で結局12時もうカウントダウンちょっと始まってるの自分の中で、うん、5分4分3分、うん、で
普通になんかトイレとか行っちゃったりするのよ、うんうん、大丈夫と思う、うんうん、結果12時になっちゃうんだけど、うん、んそのなる瞬間も、うん、普通に何にもない、なんか、うん、うまいなこれとか言ってもでいよいよもうしびれ切らしちゃって俺10分ぐらい過ぎた時に、うんうん、お前なんですよ俺誕生日です実はって言ったの、うん、そしたらあすみませんお前ですか、あ知らなかった、知らなかったの、ああそういうこと、そう、ああ知らねえんだっつって、ああなるほどっていうことあった、ああだからかもうなんか勝手にこっちがもうサプライズ待ちみたいなサプライズ待ちだったことあった、恥ずかしいんですよ、恥ずかしいよ今思えば、でもあのこのタイミングでミス誘われたら誰でもそう思うよっていう、ああでも俺なんか特にそうだな、毎年前もなんか普通に飯食いって今日誕生日なんですよねっつって、えいいんすかみたいな、あ別に全然、歯医者でも言われたわ、歯医者はなんかこうカルテみたいなの見たら、その誕生日の日が誕生日の日から何月何年みたいなのがこう記録されて、うんうん、要はいつ治療したかみたいなのがこう更新されるやつみたいなのが、うん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 、ゼロが2みたいな、ゼロヶ月みたいなの出てるから、うんうんうん、あれっつって見たら、うん、今日誕生日だったっつって先生が、まあ、よく言ってるとこだから今日誕生日じゃないですかっつってあそう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 、はい、いいんすかみたいなあもうでも空いてるしさ、そう時が空いてたからで、えなんか歯磨き粉とかなんかプレゼントしましょうかって言われたんだけどでも俺あの大丈夫っすっつって、そんなのいいっすいいっすっつって何ももらわなかったし、なんか逆にそのえいいんすかみたいな感じだった、歯医者の人もやっぱそうちょっと思うよね、うん、えこの後パーティーとかあえ大丈夫っすかって思うよね、うん、なんか当日だと、うんうん、何うん、お腹鳴っちゃった、お腹鳴っちゃったよ、うん、いや聞こえてよ、ね、うん、ああこれいいじゃん設楽さん、これやろうよ、何ほらだから先週さ、うん、あのほらパスピエが来てくれたでしょ、うん、でパスピエが、うん、実はねあのこれ今週の本編でも流したけど、設楽、うん、さんにほら誕生日ソングをさ、ああれ流しのポッドキャストでもいいんだ、いいんだって、だからマジでこれもう本当にあパスピエの設楽さんに捧げるね、バースデーソング。そうそう、なんか作ってくれてね。そうそう、これ流しましょうよ。うん。聞いてもらいましょうよ。あ、じゃあ、うん。ちょっとどうぞ。うん。独裁者的なちょっとどころじゃないですもんね、そういう歌にしか聞こえてこないよ、あパスペのあのリーダーだよね、成田君って、はい、がラジオもずっと結構聞いてくれてる、はい、バナナマンオタクみたいな、うん、だから
こういう感じの内容になったのかなとは思うんだけども、まあでもね、あのカイザーのとこからさ、はい、なんかすごいよね、やばいよね、やばい、俺がなんか作らせたみたいな感じ、我らがカイザーだから、ありがたい。でも俺これ今何回目もうもらった時に聞いて、あと本編でも聞いたし、うん、これ今も聞いたんだけど、なんか聞けば聞くほどなんか良くなってくるな。いいよ、なんか0423とかもすごい気持ちいい、うん、ね、0423なんでそんなアホな顔でそう、うん、誕生日そう、うん、いやいいね。これでもあの歌さ本当豪華じゃん、パスペが作ってくれるなんて、うん、でも毎年日村さんさ元君がね作ってくれてたけど、うんうん、もう元君ちょっと状況変わったから、状況変わったっていうのはあの事務所も変わったし、うん、うん、そういうこと、うん、あのまあ酒ロックも解散、ね、酒ロック解散しちゃったんだよね、うん、うん、だからしちゃったんだっけ、もあれいつまでだっけ活動正確に、6月の2日のまだか、国立競技場、武道館、相撲取るところ、両国か、両国か、相撲取るところ、両国か、そうか、で最後、うん、最後、はい、6月だからまだじゃあ、酒ロックはまだ、そっか、だけどそういう状況の変化とかあるからもう無理だと思うよ。まあね、うん、悲しいけどね、うん、うん、でも大丈夫でしょもう大丈夫じゃん、だって、いやいや、カリスマってこっちだったよね、カリスマじゃないの、どうなの、まあ、自分で言いたくないけどいやいや、どうなの、分かんないけど、いや、まあまあ結構ライブ信者ブイブイ言わした方ですよね、うん、バナマンってね、まあジャンルはね、ちょっと違うけどもね、うん、ね、ジャンルはもちろん違うけどさ、うん、やってくれんのかな、どうだろうね。いや、だからまあ、いや別にその絶対やってくれよなってこっちが言うもんじゃないからあれだけどさ、まあ、ね、うん、いや、ここでやめちゃうのも何とか、だからそもそも本当に、いや、やめるタイミングとしてはここがベストだと思うんだ、本当いつまでやんのみたいな感じもあるだろうし、まあね、うん、もうやらねえんだっつってちょっと笑っちゃうけどね、こっちはまあまあ、まあ、やらねえんだ、あ、そう、本当ねえんだっていう、うん、うん、とは思っちゃう、まあ、いつも来てくれてたから、しかもさ、スタジオで、いや、そうだよね、カリスマってやっぱすごい人ですからね。いや、でもカリスマのこと言い出しちゃうとほら何遍も言うけどこっちだってって言いたくなっちゃうから、いやいや、日村さんあんまりさ、その自分から言うもんじゃないから、いやいや、でもほら言わないと負けてらんないじゃん、いや、負け勝ち負けじゃないしさいや、でもカリスマだからっつってこっちが負けてたらさ、うん、あのね、いやいや、それはまあ日村さんだってそれはまあまあ、うん、皆まで言いなさんなっていうかさ、ね、そんな自分でそんな言わなくたってね、ある程度それはまあまあ日村さんすごいよ、うん、まあね、うん、まあねじゃなくてさ、変装しなさいよそこいやいやいやって、だからそう、多分まあまあ結構厳しいと思うんだけど、いや、まあまあ分かった、じゃあ状況が厳しくなってるのはすごく分かったし、違う人っていうのもあると思うんだ、この辺でもし作ってもらいたいんだったら、いや、あの、作ってもらいたいかもらいたくないかだけで言われた場合はね、うん、作ってもらいたいけど、うん、俺は別に絶対言語も今年も頼む、来年もな、こういう関係性やってる以上ずっとだぞみたいなのはもうないよ、そんな気持ち。ああ、よかったよかった、よかったよかった、うん、もうそれはね、いろいろ状況も変わってくるしさ、だそれだけのことよ、だからそのカリスマっていう部分を出されてきちゃうとさ、そこでね、ちょっと引っかかっただけ、そうそう、そんだけ、例えばじゃあまあまあ違う人ってなってもある程度有名どこで言ったら、うん、例えばだけど、うん、まあ、ドブロックとかドブロックねとかね、割と頼みやすいっちゃ頼みやすいでしょ、でもまあもうちょっとそれ頼みやすいけどさ、うんうん、全然違うなって思っちゃったあ、そう、星野源でやってたからね、こっち何年も星野源でやってたからさ、まあちょっと思考変えて、うん、まあちょっとこうネズッチとか呼んでね、うん、ネズッチか、解散しちゃったんでね、だからこそ来てもらって、うん、で日村さんとかけまして、かけて解くみたいな、誕生日と、うん、日村とかけまして誕生日と解く、うん、その心は、うんうん、どちらも、うん、どちらも、目、目ギョロ目、そうそう、そういうことだと思う、めでたい、めでたいみたいなことになるのよ、なんかとかって言って、目がでかいみたいな、目がでかいみたいな、目がでかいでしょ、
目がでかいでしょう、うん、どちらも目がでかいでしょう、うん、やってくれんじゃないそういうのと、うん、もうすごい上手いの多分やると思うし、まあ俺らは、うん、信じられないぐらい上手いけど、うん、とかってなるよね。いやでもだからそうなっちゃうとさ、なんかさ、いや星野源でやってたからこっちはねだけに急にドブロックだネズチだなんて言うと、いや頼みやすいなってなる。いやまあ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 、いやドブロックならまだその歌ってあれだからいいけど、急にすげえなとネズチってなると、歌がいい。やっぱなんだかね、そのハッピーバースデーソング、バースデーソングっていう言葉があるから、うん、謎かけって発音がなんか謎かけ謎かけってるなんかね、うん、ハッピーバースデーなの。まあでもうちにもあのジャニオタとかも歌うまいし。なんでそんなやつだなんだそんなやつだなまとめてけなしてるけどなんでそんなやつらなんだ。なんであいつらの歌を聴かなきゃいけないいやいやジャニオタだってうまいじゃん。いやうまいけど西岡澄子みたいなの全部なっちゃうしさ。あ西岡澄子呼ぶつもある、ね、それは逆に呼んでほしい、うん、もう夢の共演が、うんできそうだな。確かに西岡澄子にオファーかけるとあるよね、うん、サプライズだね。サプライズだね、うん、うん、めでたいねっつって、それは俺普通にうわーってやってほしいし、うん、あーっつってね、西岡はやってほしい、うんうん、どっちが本当の西岡澄子でしょうはやりたいね。あー喋ってもらってね、本当に西岡どっちみたいなのは、うんうん、なるほどね。それぐらい似てるもん、うんうんうん、そうだね、うん、じゃあそれでいい。もう誕生日じゃねえよそんないやいやちゃんと歌も作ってもらうよ2人に。西岡澄子とジャニオタで。そうだよ、ジャニオタって楽器できんの、なんかトランペットができるの。もう何だったらすげえな、トランペットができるの。トランペットできるの。吹奏楽やってたの。えすごいじゃん。いつ中学小中やってたの。そうそう。あえトロンボーンとかホルンもできるの。わすげえな、知らなかったな。これもう決定じゃない、今年から日村さんの誕生日の歌。ちょっと興味ある、興味ある。かっこいいじゃんトランペットで。興味はあるけど、パーパーパーっつってなんか王の誕生日みたいでいいじゃん。そうだね、パーパーパーみたいな。あでもそんなできるの。マジ持ってんの。持ってねえのかうん持ってねえのか。まあでもそうか、学校の借りてやってたの。そうだね、トランペット、うん、トロンボンね。すごいじゃん。へえ、うん、まあ、星野源でやってたからさ、急にトランペット吹けなくなってたって。いやいや、まあ、さ源君はさ、うん、まあまあ友達では変わりはないけども、うん、その歌作るって結構なさ、あの比重というか。いやもちろんもちろん忙しいし、うん、別にこれを絶対やってくれよななんて気持ちはないだけよ、うん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 、だからちょっともし、うん、そういう、うんことも起こり得るよってことで、うん、まあもちろんね源君やってくれるってなってそれはいいけど、うんうんうん、ジャニオタっていうのもあるよ、うん、えパスピーってのはないの俺の中で。パスピーはでももう俺の時に作ってもらってまたみたいなのがあるんじゃない。本当でも全然ほら別人の誕生日だしねあのでもパスピーそんなさ安くない。あもちろんもちろんパスピーが安いとか言ってないよ、うん、じゃなくて俺バナナマン好きなんだったらって話で多分だけど。あの成田君ね。いやこんなこと言いたくないけど。言っちゃうそれ。それ言う。それそれああそれ言うなこれ。いやーなんて言うのかな。でもこれ以上言わないで。俺のことが好きなの。ああそれ言わないでっていう約束じゃん。それ言わないでっていう約束じゃん。約束しないで。それ言わないでっていう約束じゃん。約束。もうじゃあしょうがない。かもしれないなと思って。可能性は高い。なんか。それは可能性は高い。うん。うん。それかあれもあるよね。あの人椎名。うん椎名は椎名誰椎名って。椎名ったらリンゴちゃんってことでしょ今言おうとしてんの。違う違う。えなんだろう。グー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 のなんでだあの人誕生日一緒だよ。そうそうだから、うん、だって直太朗くん誕生日一緒だから。はあーグーグーグー全然名前が今ごめんなさいどうせしお江戸はるみさん。江戸はるみさん、うん、江戸はるみさん、江戸はるみさん。あバッチグーとかでしょそんなの今さら教えなくたって知ってるよ。誕生日おめでとうバッチグー、うんうん、ハッピーバースデーグーグーっつって、うんそれ面白いよ、うん、だって、うん
な、長太郎くんと同じ誕生日でと思うかもしれないけど、最終的に俺。ああ、いや、それはでも江戸晴美さんでもいいじゃん。本当？日村の誕生日バチキュー。え、あっち。っていう。だ、ミュージシャンだったら誰かいんの？同じ誕生日の日の人。友達みたいな人、もちろん。友達みたいな人？あ、僕はもう全くいないです。全くいない。全くいない。同世代みたいな人。だってミュージシャンの友達なんてあと誰？いけるの西内マリアさんと。いや友達じゃねえじゃん。え、だこの前一回でもゼロミュージックでお会いしたんだけど。いや一回共演したぐらいよ。あ、ダメ。あ、そうなるとあといないよ俺本当に。そんな人いないもん。ミュージシャンの友達マジでいないよ。え、そう？いないっすよ。スカパラのさ谷中さん、俺。谷中さん。いやいや、すごいな。違う違う、そういう話じゃなくて谷中さんね、うん、スカパラもあの好きでさ、うん、谷中さん割といろいろ共演してくれ、うんうん、でこの前、ね、そうだね、あの今まで番号とか交換してなかったんだけど、うん、交換しましょうよって言われて、うんうん、で谷中さん、あのこれずっとそのライトがついてて俺がもうすげえ眩しいんだなんか調べてんだけど携帯なんでライトついてるの、うん、ずっと俺照らしながらやってるから、ね、柳中さんが連絡先交換したと、ね、でたらあのメール来てさ、うん、あの僕ちょっと知り合いに、うん、あの一方的に詩を送りつけるんですけどよかったらいいですか送ってもらって、うん、わけ定期的でもないんだけどたまに詩が送られてくる。それすごいね、うん、言わない方がいいよねここで。ああ、どっち言った方がいいのかな。いや言うにもその長いんだ長文だから、うんうんうん、すごくない？すごいじゃん。それって何もういただいたってことだもんこっちが送りつけてるってことは設楽さん当てたしってこと？いやいや違う違う、もうなんかそのなんつうの、まあちょっと違うけど全然違うけど、あの見えない中アクセルを踏み込み、うん、なんちゃらかんちゃらでなんとか、うん、みたいなことでしょ、がずっとバーって書いてあるのがポンってくるわけ、うん、それ設楽さんへどうぞってこと？多分バーっと送ってんじゃないかな。あ、何人かに送ってるってこと、うんうん、あでも面白いね。なんか自分が認めた人にだから作るんだったらこうあれしてんじゃない、うんうん、あのちょっとどうぞ。すげえ俺そんな知り合い今までいないからさ、うんうん、独特じゃん。すごいね、うん、すごいねそれ。やっぱちょっと感覚というか、うん、そういう住んでる世界が違うんだなと思ってさ、うん、でも誰にでも送ってないじゃん絶対。この人には分かってもらえるかもしれないとか、うん、この人に意見聞きたいなとかあるって送ってるからね。でも俺もそのまあ何回かこういいっすねとか、うん、なんかっこいいですねとかは返すけど、うんうんうん、そんなにそのよくさ言えないよ、ね、何言っていいのか分かんないからさ、ね、そんなのすごくない？すごいすごい、それ、うん、すごい羨ましい羨ましい。そんな人が考えてる文章とか、まあね確かにね、それは嬉しいけどね、うんうん、すごいすごいよね、うん、日村さんと同じ誕生日のいた誰か。全然いない。いやまあいないよ。あと誰があの芸能人で誕生日一緒？江戸晴美さん、ね、江戸さんとね、うん、俺のこの5月14日っていうのがまあ少ないんです実は。あのすごい人がいます、うん、ジョージ・ルーカス。その辺はね、うん、もうそうジョージ・ルーカスさん実は一緒なのよ、うん、そうですね、うん、だいぶ少ないんです僕は。まあ最近の人だとまあちょっと年上ですけど拓磨仁さん。お前の拓磨仁じゃないです拓磨仁さんです。拓磨仁さん嘘でしょ拓磨仁さんの誰拓磨仁さんって方申し訳ないけど分かんないんで。そうですね、拓磨仁さんと一緒じゃないもんだと俺拓磨仁さんです。いや拓磨仁さん知らないからさ何の人のミュージシャン。タレントって書いてありますタレント。拓磨仁さんと俺一緒だったその笑っちゃう感じで言ったら失礼だよ。失礼になっちゃうよこれ拓磨仁さんがすごい聞いてたから。本当だよ。ですね拓磨仁さん聞いてんのかよ。いないのよ。えマジであんまいないの。え江戸晴美さん以外そういうジョージ・ルーカスとか抜きにしたらいないの？今まで今いるんですけど名前例えば吉野沙耶香さんとかね。ああ吉野沙耶香さん、ね、吉野沙耶香さん、あの高校教師の
それは吉野あれ違ったっけ、吉野公共誌のドラマ版、ね、出てなかった、ちょっとあの可愛らしい、ね、そう可愛らしいけどちょっとヌードも出してよ、吉野さえだから高校教師出てなかったっけ、それ桜井幸子さんじゃないの、いやそれ主役じゃん、あれですよね、そのあの友達の方の、そう先生に変なことされちゃう子ですよね、まあ、レイプされちゃう子ですよね、あれ違ったっけ、あれ違います、それ持田真紀です、持田真紀、えそれ持田真紀さん、あれやってなかったっけ、映画版かドラマ版かどっちか、あそうなんだ、やってない、申し訳ない、これは失礼しました、それウィキペディアに載ってる順番で日村さんよりも下で読んでいきますけれども、うん、あと歌手の方で、これは外人なんですけれども、うん、ナタリー・アップルトン、ナタリー・アップルトンさん、お前知らねえところ言ってんだろわざと、もうちょっと知ってる人さ、ね、マジで、あのねちょっと有名だと例えばね、うん、あの子あのノクボくんノクボくん、あありますね、あの三人のね、はい、ヘキサゴンの、ヘキサゴンの、はい、ノクボくん、はい、ああああそう、ノクボ直樹くんとか、はい、いないよ、吉野沙耶香さんでしょ、吉野沙耶香さん、吉野沙耶香さん、吉野沙耶香さん、カメラわかると思います、全然いないんですよ、本当、そう全然いない、そんなことってあんの、うん、全然いないの、本当だから、そのなんとかアップルマンとか言っちゃうのもわかる、はい、杉本彩乃さんとか、杉本彩乃さんって、申し訳ないけどさ、わからないんじゃないの、宅間仁さんとかさ、そのさ何なの、ちょっと似てる感じのそっくりさんなんじゃないの、それ誰そっくりさんみたいな、杉本何、いっぱいあるんです、杉本彩乃さん、杉本彩乃さんってそんなに寄せる人いる、まあ本名だったらそうか、モノマネの人ちょっとちょっと分からない、いや僕ら僕らが楽しみすぎだよ、やりながら楽しんじゃってるだろ、ちょっと本当に楽しんじゃってるでしょ、あそうそんないねんだ、いないいない、全然いない、へいやもう無理よ、だからもう呼べないもん、そんな呼ぶとかそんなさ、うん、もう申し訳ないけど、いや俺も別にさ直太朗君はさ別に呼ぶとかじゃなくて電話で言ってもらう、だから電話で、うん、その杉本彩乃さんとかさ、いやもうすげえやだよ、やだよって言ったらやだよって言ったんだけどまあ、あそうか知らないもんね、次の人ですって言われても、そっか知らないもんね、うどういう人がまず分かんない、そう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 、あ出てきました、杉本彩乃さんはね、今調べたらね、うん、まあタレントさんじゃないよね、モノマネの人とかじゃなくて、いや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 違うと思いますよ、あじゃあもう天才テレビくんのテンテレ、テンテレっていうの、はい、ホストカンパニーの、あの E テレのそう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 に出てた、出てたって、ね、おじゃあすげえ有名な人、うん、で、うん、まあでもそっか本名だったらそういう人もいるか、うん、まあ、それぐらいしか書いてない、うん、違う人でいきますか、いやもうほんといないんだよ、いないんだ、これがねほらいないでしょ、いないんだよ、マーク・ザッカーバーグ急にいるんだよ、ほとんどこういうなんか恐ろしくすごいですよ、急に出てくる、ジョージ・ルーカスとかフェイスブックを作ったマーク・ザッカーバーグとかそんなの急に出てくるんだけどね、あじゃあすごいね、そんなことあるんだよ、ロバート・ゼギメス、あそうロバート・ゼギメスもそうなんだ、ずっと言うとソフィア・コップラとか、そう、ね、すごいね、そうそんな人が急に出てくるんだけどね、ちょうどいい感じの人がいないね、ソフィア・コップラって娘さんの、そうそう、あ同じなんだ、そうなの、うーん、でも全然あとはもういやもう入っちゃうんだよね、いないでしょ、うん、はい、じゃあ5月ぐらいにあれこのマギーは、えマギーとアルマギーか、アルマギーじゃないですか、あマギーさんって一緒なんだね、はい、俺ね、あのモデルのモデルのマギーと俺一緒なんだ、同じ誕生日なの、いや知らなかった、俺も初めて知った、俺へえ、うん、電源切れたの今急に電源切れるっていうあの携帯の、ああバーン、もういいよ、うん、ほらだってもういないんでしょ、いないっす、514はね、うん、あのあんまりいないっす、うん、うん、どうする、じゃあもう広げて5月とかでしょいや、あ、じゃああの別にまあ俺から言うことじゃないからさ、うん、俺いいよ、ととかなくたって全然そんな嘘嘘早いな、うん、まあね、うん、まあいいんじゃない、なくても
そういうんじゃない新たなお祝いの仕方って。もちろんもちろんもちろん、だもう祝ってもらわなくたっていいしさ、うんってなんで運なの。いやいや、もうそういうのでいい、うん、なんかさ、うん、いやまあ嫌ってもらうのは嬉しいだろうけど、ちょっと違うやり方でも別にそれは嫌じゃないでしょ。全然嫌じゃないね、全然嫌じゃないし、祝ってもらいたいって気持ちは俺は正直言ってすごくあるから、うん、おかやす、うん、お曲作ってもらって、まあまあね、おかやす曲作るか、うん、うん、ダメ、いや全然、全然いいよ、うん、一番知ってくれてるしね、仲いいから、うんうん、うん、全然いいよ。じゃあそれで、うん、考えろよもっと手近で済ませないでよ。あ、そう、うん、いやいいよいいよいいよ、うそうそ、でも全然だからってそんな、うん、大物呼びはいいなんて世界じゃないから。あの辺はなんか何くれんの、プレゼントとか、過去岡安とかああいうプレゼントなんかもらったりする。岡安はね意外と、うん、ああいうちょっと電脳なところがあって、彼は電動こけし、なんでだなんたら電動こけし、こけしは電脳ではないよ。あのああいうね、スマホにこうやって装着したら、うん、いい感じになる、あのなんつうのスピーカーとか、ああ、なんかあのアップル TV みたいな、なアップル TV って俺もなんだかよくわかんないんだけど、うん、テレビ見れるの、うん、テレビ見るの、アップルチャンネルみたいなのがあるわけ、うん、ね、うん、まあ要はもうペイ TV なんだけど、うん、そういうののなんかそういう系をいつもくれる、くれる、あいつはね言われてくれる、うん、ほとんど使ってないね。一応セットしてたんだよちゃんと。あ、家で使うやつ、 家で使うやつ、それはね、家のテレビにつけとくとチャンネルがあっていけるんだけど、それも Wi-Fi の状況とかが良くないと、なんか Wi-Fi で、そうそうそう、だから俺もねバカだからもう分かんないの、そういうのが何言われてるのか分かんないから、ああじゃねえわ、そこすぐに納得するけど俺のバカだって部分いや自分で言ったから、いやまあそうだけど、うんうん、そんなことないよって言ってくれればいいんだっていう部分もあるわけだうん、うん、そうそうそういうのもらう、そういうのもらったりとかね、 あ、うん、あとはゴルフ系がやっぱ多いね。あ、まあね、趣味があるとね、そう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 、うん、うん、なるほど、やっぱ多いよ。サンバイザー、うん、サンバイザー、いやあんまサンバイザーもらわないかなだからボールとかさうん、うんうん、ボールとかね、うん、うん、そういうのも多い。そっか、うん、サンバイザーじゃにしようかな俺今年、うん、サンバイザー、うん、いやサンバイザーで嬉しいけどさ、シャンさんもうちょっとあるでしょサンバイザーってって思っちゃう、笑っちゃう、似合う、うん、似合う、いやもうちょっと俺ゴルフの時比較的サンバイザー派だからね、うん、女子プロのちょっと太ってる人っぽいもん。なんであいつみたいなんだ誰だ誰のこと言わないよ、誰のこと言って、誰とは言わないけどいるんだよ女子プロゴルファー、最近可愛い人多いからさ多いよね、そう、時たま出てくるちょっとデカめの子とかいる、うん、まあね、うん、そういう子を俺がね一緒に楽屋とかでテレビで、うん、この子かわいそうだなとか別に言っちゃうわけ俺とか、うん、ね、うん、あのこんなかわいい子とか、ね、美人アスリート特集とかだと入ってこないような人、ね、そう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 、うん、言っちゃうじゃん、うん、そうすると石田さんがさ意外と大人の意見でさ、うん、いやでもこの子すげえ稼いでるからなでもって言うと、うんうん、ああそっかとかって思うんだよね、うんうん、なんだかんだでこの子はこんな体型って言いつつも、うん、恐ろしく稼いでんだなとか思うと、うん、かわいそうじゃないな、そうだよ、そこで勝負してんじゃないんだからね、美人どこじゃないんだ、姫、うん、さんそこである種勝負してんだね、うん、どういうこと、美で部と美、ああ部と美でね、そうだね、部の方で稼いで、俺が完全に部の、あ、まあある意味美だよねだからね、部だよ、あ部だの、うん、でもほらトータルで部、あの美美の部分じゃない、分野が、あ、いるジャンルが、うん、そうそう、いや部でしょ、いや部だけど、だから美の部の担当よ、うん、美の部の担当、ああ、ん、部の部じゃないの、いや部の部だけど、うん、設楽さんはもっとさ、うん、クリエイトの方の部署でしょ、俺はこれ美の方の担当でしょ、美なの、日村さんいるのだから、ビジュアル、ビジュアル、ビジュアルってこと俺が言ってるの、ああ、ビジュアルの美で言ってんの、そう、俺は美の美しいで、あ、だ俺は今ビジュアルの美の部の担当ってこと言ってるの、ああ、なんかこうそういう見た目の世界の中の部の、そう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 、部の村の、うん、そんなもう村長、もうそんな村とか村長とかもいらないからえ、何の村の人なの日村さん、うん、何の村だと思ってる、
日村よ。うまい、うまいね。うまかないよ。よかった今の。なんだ今の。え？うまかないよ。うん。日村村の日村村。日村村とかいや日村でいいのよ。日村村の。いや日村村ってしたから変になっちゃう。なんで村も一個つける。日村でいいじゃん。そっか。うん。したらたらとか言ったら変でしょ。そうだそう。日村の。うん日村の。ブサイク。日村のブサイクなんだ笑っちゃうよ。なんだ日村のブサイクって。うん。うん。なるほど美というね美というものの中の部の担当みたいな部の担当だと俺は今そう思ってるよ、うんうんうん、そっかそういうところで戦ってないじゃん別にビジュアルみたいな部分ではちゃうと、うん、俺はほらビジュアルで戦っちゃうタイプだからああそっかそこの部の担当いやでもそれは才能とかもあるじゃんクリエイトクリエイター的な部分でもクリエイターの部分なんか全然ないですよ、うん、運じゃねえわ早いわさっきからなんで自分で言ってるからいやすげえ早いなと思って返しが早いもん返しが早い納得が早いっていうかうんもうちょっとそんなことないよって言ってほしいそんなことないよちょっとそんなことない星があるねそうかなそんなことないと思うけど普通だと思うあそういやそれにしても早いよあそう、うん、まあでもまあなんだかんだ言ってさ、うん、まああのやるとは思うけどさ、うん、誕生日いやまあまあ別ですなありがとうございます、うんうんまあ、やってもらいたいですよそれはねでもちょっとあっさりめでいいなんでだなんでそんなことしてるんですかいや割と、うん、いつもそうじゃん日村さんのってあっさりめなんだよね実はいやいやでも全然元気君が歌ってくれたりとかでそこがもしかしてなかったあ今年はねたりする可能性あるから、うんうんうん、全然全然全然もちろんもちろんぶっちゃけ全然そんなんいらないよあそうなんで立つの早いつもりであってあって、うんうんちょっとでいいかなってうんだってちょうどよ俺あちょうどごめんちょうどじゃないけど、うん、木曜日だからうん、うん、俺と同じなんだよねうんそうだねああそっかそっか、うん、そういうことだうん、うん、楽しみ楽しみね楽しみなの楽しみ楽しみチェってうんじゃあうんちょっと考えよう、はいね、お願いします、うん、さっきの人連絡つくのかなえ杉本綾野綾野さんだっけ、うん、もしかしたら顔見りゃ分かるかもその E テレとか出てたんですそうそうそう天才テレビくん1998年頃出られてるでしょうん1998年あもう最近じゃんあ最近でもねいやいや最近もう17年前か、うん、そう17年前だともう二十歳の子が37になってるし同じぐらいじゃん天才テレビが出てるとなるとやっぱ29歳って書いてましたあ29歳子供の出てたそうだね、はい、子供で出てるからあじゃあもう普通になんかさ向こうのサブの方がさ、うん、大爆笑の声がこっちまで聞こえてるんだけど何で笑ってると思うなんか違う人がいたのそのうへへへへって声がなんかあれじゃん関係ない話して笑ってるなんでだいやもう飽きてんじゃんなんで飽きてんだこの話じゃないんじゃない違う話したんじゃないなんで飽きるんだもう日村さんの祝う話がもういいのかなめんどくせくなってきたもうさなってると思うけど、うん、で弱いよ題材としては日村の祝う会まだ本番でもないし、ね、そう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 、うん、頼むよでもさじゃああれは、うん、もうアットホームなの逆にでも全然ありがたい誰か呼ぶとかじゃなくて全然ありがたいみんなで芋煮会みたいなやる芋煮会すんのか芋煮会、うん、山形の山形のやつだよねあれ、うんうんうん、好きだけど芋煮とか、うんうん、うまいよねうまいけどそれはそんな求めてないから誕生日会という名の芋煮会みたいなのパーティーでいやいやいいけどもうちょっとなんかあるでしょとは思っちゃうなんで芋煮なのとは言うよ、うん、ちょっとこれぐらいの声ででもお前が芋だからなんだよと言うけども別にまあまあでもニコニコはしてるけどなんだ、まあ、ガチでこれは怒るわけないし、うん、じゃあ芋煮会ねうん芋煮会か5月14日芋煮会やだいややではないけどなんでだろうと思ってるよ山形出身でもないし俺、うん、ただ俺が芋だからってだけでさ、うん、ねじゃあまあお願いします、うん、じゃあなんか何でも別にいいんです、うん、別に本当の何でもいいのね、うん、なんでだ何でもよいいけど何でもよくないんで、うん、分かった、うん、お願いしますよ、うん、分かったはい、うん、じゃあはいまあね
また、まあ、こんな感じで、それは、はい、来週です。来週来週ですよ、これはもう来週の話なんで、ね、うん、ポッドキャスト的には来週の話です、うん、とにかく5月14日が43ですから、僕今度はね、そっか、43ですよ、43歳ね、分かった、お願いします、じゃあね。じゃあねって何、誰へのバイバイなんだ今、さよなら。さよなら。ジャンクのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。ここでパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるラジコから新しいサービスのお知らせです。ラジコは今までエリア限定で関東では関東のラジオだけ、関西では関西だけだったのですが、2014年4月からエリアフリーのラジコ .jp プレミアムというサービスが始まりました。これは会員登録をすると月々税別350円でラジコに参加している全国各地のラジオ局の番組をどこにいても聞くことができるサービスです。ということで、今までジャンクを聞けなかった地域の皆さんも、月額料金はかかりますが、ジャンクの生放送をお楽しみいただけます。また聴取エリア内の放送局については今まで通り無料です。詳しくはラジコのホームページでご確認ください。リスナーの皆さん、引き続き TBS ラジオジャンクをよろしくお願いします。